優勝勝った人100万とか1試合、それだけお金も動いたりする。3、2、1、カモン。今回は J1、J2、J3 の違いについていろいろ聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、練習環境って J1、J2、J3 で何か違いってありますか？かなり大きく違いますね。 J1 は自前のグラウンドを持ってる。出勤すると練習場に行ったら、クラブハウスに行ったらクラブハウスで着替えてそのまんま練習場に行けるんで、基本的に移動が少ない、その場で完結できるんですね。で、天然芝だし、そういう意味で J1 は非常に整っている。 J2 に関しては同じようなところもあるけども、未だ中には点々として自分たちのクラブハウスがないんで、そこまで車で行って別々のところからこうみんな集まってくるみたいな、半分以上自前のクラブハウス大体持ってるんですかね。で、 J3 だってことほぼクラブハウスがないので、もう要するに市営のグラウンドですよ。で、しかもほぼ人工芝っていうのがなかなか天然芝使えない。ただ地方は意外にまあ天然芝あるんですけども、関東近辺は天然芝ないんで基本的に人工芝になるんで、もう下カッチカチですよ。コロナの関係で控え室がなかったりするところもあるんで、みんなジャージでそのまま行っちゃったりするんですよ。僕はそれがすごい嫌いで、毎回ちゃんと私服で行ってから着替えるんですよ。着替えるのは要するに車の中になるわけですよ。外で着替えられないんで、ちょっとしたストレスですよね、それはね。そういう環境の違いはだいぶありますね。移動もそうだし、あと終わった後のシャワーとかもそうじゃないですか。 J1 だとお風呂もついてたりとか、自分のロッカールームがちゃんとあるんですよ。 J2 でもあるところある。 J3 だったらもうほぼそれが皆無なので、もちろん J1 のクラブが J3 まで落ちればね、それずっと使うんですけど、 J3 からスタートしていくチームはそういうのが全くないので、自分の座る場所も自分の決められた場所も、まあ、そういうのもない。着替えたら全部まとめて綺麗に並べて、高校の部活用にどんどん外に置いとかなきゃいけないとか、まあ、そういうこともあったりしますね。年俸の違い、これはね、まあ、調べれば出てきますけど、もう J3 の平均年俸って出しづらくて、なぜならあのバイト君もいるん で、 J2 で平均が3、400万で、 J1 で3、4千万でもう、まあ、丸一桁違うんですけど、 J1 の場合あのイニエスタ選手がね30億もらってるんで、一人釣り上げてる可能性があるんで変わるんですけど、まあ、J2 も平均するとそれぐらい。ただ、中には1000万以上の選手ももちろんいますし、 J1 から落ちたてだとね、そこは年俸は変わらない人もいるかもしれないですけど、丸一桁違うって考えていただければいいんじゃないかなっていうぐらい明らかに違いますね。で、特にダゾーンマネーが入ってきてからは、 J1 のやっぱ勝ち続けてる選手、勝ち続けてるクラブにはダゾーンマネー入ってくるんで、ある程度年俸も上がってると思いますけど、そうじゃないところとの格差がしっかり出てくる。 J2 も大きな格差が出てくるっていうところは一緒なので、 J3 なんかはそんなマネー入ってこないんだろうってなると、やっぱり運営は経営は非常に厳しいんじゃないかなという感じはめちゃめちゃありますね。年俸以外にもらえるお金ってあるんですか？あ、ありますね。例えば、メーカー、アイディアスと契約してるとか、まずはスパイクテープみたいな、何足って決まってるんですよ。それだけの人もいれば、そこにプラス、年間500万とか、40万とかっていうのを決まってる人も。で、もっと行くと、フォワードはゴール級がスポンサーされてるっていうのもあったりする。スポンサー系じゃない、シューズメーカーじゃない場合は、基本的には勝利級が各クラブから出されるので、出場級と勝利級があるんです。出場級っていうのは出ただけで満額もらえる。例えば、クラブの中には、1分でも出れば満額っていうのもあるんですよ。1分以上出ないと何割みたいなこの区分けもあったりするんですけど、まあ、多くのチームは出場級、まあ、J1 ですね、ほとんど出場級があるの。全クラブに出たのが勝利級と、 J1 からすると、まあ、60万、70万もらってると思う。優勝勝った人100万とか1試合、それだけお金も動いたりする。 J2 だと意外に6万円とか2桁いかないクラブも結構多いです。中にはまあ10万以上のクラブもありますけど、結構多くのクラブがホームとアウェーで、ホームだと例えば6万、アウェーだと3万とか、徐々に変わってはきてますけど、まあそんなもの。 J3 に関しては僕がいた場合は2000円だったんで、最近5000円だったらしいですけど、今年は知らないですけど、2000円って交通費やねえかみたいな、アウェーで勝っても赤字っていう、そういうような状況もあったりしますね。ちなみに矢部子さんは J2 と J3 両方経験しますけど、はい、どんな感じですか？何度か J3 の YS では勝利金2000円をちゃんと取っ払いでもらってます。振り込みじゃなくて。 J2 に関しては僕1社も出れなかったんで、チームももらえてないということが現状です。 J1、J2、J3 の選手で見た目に違いってありますか？はい、意外にあるかもしれないですね。ここに例えば J3、J2、J1 って並べてどれがそうですかって言ったら、僕結構当てる自信あるかなっていう。もちろんその着てるものも違う。あとね、体格差もあるんですよ。 J3 の選手一気に劣ります。 J2、J1 だとそんなに差がないかもしれないけど、やっぱり J1 の選手の方が立ち姿が綺麗、着ているものもそれなりに自分にフィットしたものをちゃんと着てるので、ビトンとかシャレンとか自分の好きなこだわりのブランドをしっかり着る。 J2 の選手になってくると
J1 から落ちたてというよりも万年 J2 のところだとグランド品ではないというものになってきて、意外にラフではあるんですよね。 J3 になると何が違うかというと、バイトしてるんで、もはやちゃんとこう出かける用の服になってるというか、そこら辺のお兄ちゃんみたいな服なんですよ。バイトもできるよ。 J2 の選手は家とクラブハウスの基本往復なんで、スウェットということはないんですけど、ちょっとしたおしゃれに着込んでるかなっていう。 J3 に関してはもうカジュアルすぎて、そこら辺のお兄ちゃんと分からないっていうぐらいの見た目の違いみたいなのはあるんで、パッと見てサッカー選手かで分かるかどうか、なんかアスリートっぽいなっていうふうに思った時に頭の中で勝手にクイズしてもらってもいいけど、誰が正解か全く分かんないと思うんで、あんま意味はないかと思いますけど、そういうふうな立場の違いみたいなのね、ちょっとあるかもしれない。それが服装に出るみたいなのあると思うんですね。 J1、J2、J3 でオフの過ごし方ってあるんですか？ああ、どうでしょう。まあ、結婚してるかしてないかで、ね、まず大きく変わって、結婚してる場合は多分家族っていうのはもう前提。で、してない人は、オフは、どうなんですかね、オフ前の日にチームメイトで飲み行くの結構多かったりするんで、あと、ゴルフやってる選手多いんで、まあ、純粋な選手お金ないからゴルフできないから、J2 とか J1 はゴルフやってるんで、結構多いですね。それ以外で行くと、まあみんな結構カフェ好きだったりとかするんで、1日しか大体ないんで、体休めること、ケアすることに時間を使ってるっていう感じが多いとは思います。日常の過ごし方で行くと、2時間の練習前後を含めても5時間ぐらいしかないで、それ以外は結構パチンコ行ってるやつも多かったりとか、あれなんでパチンコ行くんですかね？あのね、意外にやっぱギャンブラーなんですよ、みんな。好きなんですよ、賭け事とか、そういうのが。アスリートだからアドレナリンが出ちゃうのかな。あれはでももったいないなって僕はやっぱ思っちゃうんで、悪いことじゃないしね、法律違反してるわけじゃない。でもね、タバコもくもくの中にね、アスリート入っててパチンコずっとやってるって健全ではないし、自己投資ではないと思うんですよ。消費と浪費じゃないですか。今アスリートがやるべきことは投資だと思う、自己投資っていう意味ではパチンコじゃないだろうなっていうのはまあ思いますけど、競馬やったりとか賭け事好きな選手多いですよ。選手同士で遊びに行くことってあります？結構多いんじゃないですか。 J1 は実はあんまりないらしいです。 J2 がやったら多いんじゃないですか。 J3 もどうですかね。まあ大きなカテゴリーでくくりすぎですけど、 J2 はなんかチームメイトでいることすごい多い気がします。そういう雰囲気がめちゃめちゃあって、あとクラブハウスに長くいる。 J1 の選手外と帰ります。 J2 はクラブハウスになんかだらだら残ってなんだかんだやってるみたいな、時間の潰してるだけなのか何なのか分かんないようなコミュニケーションの取り方っていうのはあるかもしれない。 J3 はもうバイト行かなきゃいけないんで、終わったらすぐ帰る。もうみんなバラバラ、そういう違いがあります。ぜひ皆さんにね、はい、質問をしてもらいたい。あ、そうですね、はい、J1 の選手どうですかとか J2 どうですかとか、僕も一応選手としては J2、J3、 オミアルディジャン通訳として J1 も経験してるので、一応全カテゴリーね、まあ、網羅してるという意味ではある程度僕も把握してるものもあるので、答えられる範囲で聞いていただければなと思います。この動画が面白かった場合はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。 Twitter やってますのでぜひフォローしてください。インスタもやってます、ぜひフォローして皆さんに見ていただきたいです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と Twitter、Instagram の登録をよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。